本当にあった怖い話。ある日、夜中に大雨が降り始めました。突然、家が揺れ始め、一瞬で停電になりました。家族はパニックに陥っていましたが、そこで母親が一つのアイデアを思いつきました。夜中に地震が来たら懐中電灯がないと危ないから、一つずつ懐中電灯を取りに行き、自分の大好きな歌を歌いながら帰ってこい。家族は皆、歌を歌いながら懐中電灯を取りに行きました。その間、地震による停電が原因で周りの家でもピークが行われたとのことで、大規模な停電が発生しました。母親が考えた計画は、とても賢かったのです。